にちは。メッツ長岡ケアスクールイメージキャラクターのめっちゃんです。今日は僕が生活援助従事者研修という新しくできた資格について説明します。この資格は今新潟県では2校しか取れることができない資格なんです。これから説明するのでフリップをご覧ください。生活援助従事者研修、このいくつかの魅力を説明します。この資格を取ると介護の資格の一番身近な入り口であって、59時間で取得が可能、最短2週間で取得が可能、テキスト込みで4万円、資格取得後は訪問介護事業所での勤務ができる、介護施設で働くのに必要な知識が経験が学べます。どう？魅力いっぱいあったでしょう。みんなで資格ゲットだぜ。